はい、皆さんチェース。はい、てなわけでね、今回カオスの画像がネタバレしたということなんですけれども、まあ画像というかもうアニメで放送されて、もうがっつり戦いのシーンなど映りました。そちらの方を今ご覧いただいていると思うんですけれども、このねカオス真上から見た感じ、まあ前同様月のマークがチップとなってど真ん中に黒色ので金色の月のマークがついてるのかな。でもこれ言い方によってはカマっていう人もいるんだからね、あの死神みたいな血を吸うということで、ディープカオスなので、であの吸血鬼っていうのがついちゃってて、であのなんていうのかな、まあ敵の回転を吸うっていう風にアニメ上では言ってたんで、まあドレインファブニル、左回転のドレインファブニルと一緒かなって。でもラバーついてるところ見た感じないんですよ、上から見ると。まあこれ見てわかる通り、多分ね歯のねギミックが動いてバウンド刃みたいな感じで、むしろ回転を跳ね飛ばすバウンド刃じゃなく、回転を吸収して自分が回るバウンド刃かなっていう風にも思いますね。ディープなので、なんていうのかな、とりあえず吸血ってことで結構敵の攻撃を吸う、そして敵の攻撃にも耐えるんだよね。うん、アニメ上でもさアルクロさんとぶつかったじゃん、でも跳ね飛ばしてたよね。そう、アルタークロノスと正面衝突したにもかかわらず、それをものともせずに多分ロック外れたのか分かんないけど耐え抜いてさらに跳ね飛ばしたんだよね。まあ見てわかる通りなんですけれども、これを見る限りバウンドかなんかあんのかなっていう、もしかしたら多分ベアリング、まあ下の軸先見てわかる通りなんですけれども、リボルブがついていて、リボルブの先端のあの平べったいところが全部鉄になってるんですよね。これ鉄になっていて、リボルブと違って重さがあり、しかもなんていうの、鉄だから強いんだろうね、キック力っていうか、で耐え抜く力があって、で重さがあるので、リボルブは真ん中に行く習性があるので、で真ん中からまず動かない、で鉄だから重くなり、でレイヤーのギミックで回転を吸って吸って、で多少重いからレイヤーも、でディスクもこれ黒いやつ使ってんだよね。黒いのっつったらもうあれしか俺浮かばないんだよ。そう、みんな知ってるあれだね、うん、あの攻撃力が高いやつだね、うん、あれちょっと俺名前忘れちゃったんだけど、よかったらみんなコメント書いといてだからそれをつけてると思うので、重量感は素晴らしいんだよねなので敵の回転吸います、重いです、軸先は真ん中にとどまるドライバーということで、もう文句のつけどころのない防御持久、どっちも特化されたものかなと。でカウンター付きということで、これは結構ね来ますよ波が。で見てわかる通りレイヤー丸なんですよ、もう丸に円形に等しいので、これは長く回るでしょうね。まあ多分ゴリ押しで回せば普通に2分は超えるでしょう。はい、そういうことを考えていくと、このディープカオスは多分買いだなと。てか俺買います絶対。はい、これ多分3-on-3みたいな、なんか3パックで出るのかな、わかんないけど、何で出るかわからないんですけど、ちょっと僕はディープカオスについては、はい、でもそこはね、あの皆さんコメントしていただければ僕あそうなんだっていう風になりますんで、よければ皆様の知恵をください。はい、でまあね、上から見てわかる通りなんですけど、顔の位置は変わらずに歯の向きも変わっていないので、あれですね、顔はちゃんと4つありますね、1つの方向に顔2つっていう結構気持ち悪いことになってるけど、あのかっこいいよね、かっこいい、青色だし、青くなったし、なんか前は真っ白とかさ真っ黒だったけど、今回は白黒ん黒ねえか、あ黒あるか、チップが黒なので結構カラフルなのって、赤、金、黒、青、白、だいぶカラフルな印象になったということでね、まあ見た目よし中身よしということで、うん、文句のつけどころがないですね。はい、いやまあ今回はまあこんな感じでカオスの姿がネタバレということで、今後どうなっていくか、レイヤーのギミックがどうなっていくのかは、よければ皆さん知っていたらコメントしてください。まあね、ロックの場所を見ていただければ分かる通り、回転も見ていたんですけれども、まあ右回転ですね。はい。まあ以上ですかね。はい。それでは、以上